よし。とりあえず2日目の昼。まだ2日目の昼。今パートいくつになっとか、この動画がパートいくつになっとか知らんけど、やばいな。パート40とか行きそうやな。この感じで行くと。で、これ日付区切ってあるってことは大体3日くらいで終わるやろ？大体。なんとなくの。まだそのクリア、まだその、後の方やってないからわからんけど。大体こういうのって3日目の夜とか、昼とかになんかでかい事件みたいなトラブルが起こって、続きは製品版でみたいな流れになりそうじゃん。けどあれやんな、まだ2日目か。パート40とかになるんじゃないやん、最後まで行ったら。まあいいさ、とりあえずアリスから行こうか。目まぐるしいとか話が通じないとか疲れるとか、会うたびに思い知らされるのに、どうして僕はまた会いに来たんだろう。赤と青の複雑な模様の扉をノックしようとして僕は少し考える。面白いから、飽きないから、退屈しないから、それ以外の答えが見つかるわけはなかった。あ、このドアの模様見覚えあると思ったら、手品とかでよく見るトランプの裏側の柄かな。どうした？なんか猫みたいな声出しとるやん。あら、池田先生じゃなくて何やったっけ。アリスの病室には先客がいたようだった。もう病室って言っとるやん。あれ、池野さん。そう、池野さんや。どうした？ケーキみたいなドレッサーの前のキノコのようなスツールに腰掛けた池野さんは、口の前に人差し指を立てた。僕は池野じゃないよ、今は。紹介するわ、イモムシさんよ。よくわからないことばかりおっしゃって、そのくせ偉そうで怒りっぽいし、言葉は存在だし、つむじ曲がりだし、気に障ることもあるけれど、水パイプの吸いすぎだから仕方ないって、私最近そう思うことにしたの。でもそう考えるとあれだな、この池野さんっていうのはすごいな。全員の物語が頭に入っていて、全員のキャラクターの、口調だったり行動だったりっていうのが全部一応分かっとるわけやろ。役者のマジでそれだよな。紹介のほとんどが不平不満というのは、もしかしなくても珍しいケースだと思う。ポリポリと音がした。見れば水パイプの可愛らしいシガレットチョコを池野さんが真顔でかじっていた。あの、診察中とかですか？それなら僕出直しますけど。小声で話しかけると池野さんはおちょぼ口のままもごもごと答える。研究してるだけだから。アリスはとにかくいろんなキャラクターと会話するお話だから、誰かが相手してやらないと退屈しちゃうんだよ。なるほど。サボって言いかけたよね。ということは、いやでも待てよ。かぐや姫とオズの魔法使いとくるみ割り人形、この3人は現に治療をしてこっから出ていっとる。治療だよね。殺されとかせんよね。一応その治療が終わってこっから出とるっていう過去の実績があるんだよな。だから一応そのこのフェアリーテールシンドロームを治すというか方法はあるにはあるんか。まあ殺されてなげりゃ。そしてね、イモムシさん、この廃炉したいでたちのこちらは困ったわ。紹介するお名前がないのよ。穴に落ちている時に落としてしまったんだっけ。忘れたんだよ。それは覚えとるんだ。へえ。なのに池野のことはイモムシとか帽子屋とかチェシャ猫って言っちゃうんだ。へえ。僕は覚えとるのに。忘れてしまったんですって。そしてこれでも灰色ペリカンさんじゃなくて人間なんですって。
俺でもって。人間？それにしちゃ随分小さいね。それに名前を忘れるだなんて聞いたことない。普段とは違う口調だった。彼なりの芋虫のものなんだろう。小さいというのも芋虫から見た人間のサイズの話で。と、それは分かっていたけれど、一瞬小さな僕たちが小さなキノコの上で話し合っているような不安な錯覚にとらわれてしまった。この、縮尺のおかしな部屋のせいだと思う。名前だけじゃなくて、家族も飼っている猫の名前も、どこから来たのかも、どこへ行けばいいのかも、これまでの思い出もすっかりなくしてしまったんですって。ありえないね。何も、そんなに何もかも忘れるなんて。つむじ曲がりの芋虫を演じながら池野さんはニヤニヤ笑っている。でも実際そうなんだもの。ね、うん。あなたも私と同じで何回か変わってしまったのね。ううん、こんなに何もかも忘れているんだもの。きっと比べ物にならないくらい多く変わったんだわ。変わったって？穴の中に落ちてからというもの、私ったら大きくなったり小さくなったりで全く不安定で、10分と同じ姿をしていられなくて、その度に少しずつ私は変わってしまったんだと思うの。今朝の私と今の私は違うのよ。今朝の私はもっとちゃんとしていたもの。昨日からこんな感じだったけど。覚えていたはずのえらい小さな蜂さんを口ずさむことだってできやしない。暗唱しようとするとまるで違うものになってしまうの。深刻な顔でため息をついてみせるアリスは本来滑稽なはずだったけれど、僕はまるで笑えなかった。僕は穴に落ちてないよ。変わってもいない。落ちたことも変わったこともそれごと忘れてしまったのよ。僕は口をパクパクさせた。なんで反論できないんだろう。悔しい。池野さんはそんな僕たちをよそに、開いた状態で片手に持っている本をちらりと眺めた。不思議の国のアリスかな。アリスの相手をするために持ってきたんだ。あ、覚えてるわけじゃないんだ。うん、そうか。それならウィリアム父さん、お年を召してを歌ってみ。私のことはいいわ。ちょっとくらい歌がデタラメになってしまってもなんとかなるもの。アリスの答えに池野さんは明らかにびっくりした様子で目を見張った。ということは原作では歌うってこと？どうしました？いや、私のことより彼のことを何とかしてあげて。だって覚えていることの方が少ないのよ。多分そっちだな。多分そっちだわ。本当はこのままいけばそのウィリアム父さんが吸ったもんだみたいなやつを歌うっていうシナリオというか筋書きなんだろうけど、そのいわば聖書を二の次に置いて僕のことを気遣うっていうのはフェアリーテイルシンドロームからちょっと抜けとるじゃないですか。そういうことなのかな。ぼやぼやしているとそのなけなしの覚えていることも忘れてしまうわ。池野さんはしばらく緊張した様子で本を眺めていたけれど、やがてパタンと音を立てて本を閉じた。大丈夫だよ。彼がこれ以上何かを忘れてしまうことなんてないから。あ、戻った。そのセリフは明らかに芋虫のものではなかった。おお、すごい。僕の存在がフェアリーテイルシンドロームの治療になってる。本当？本当ね、芋虫さん。半分ほっとして、半分はまだ保証が足りないという感じで、アリスは池野さんに詰め寄る。池野さんは口の端にかろうじて残ったシガレットチョコをボリボリと噛み砕きながら、何度も大丈夫だよを繰り返した。僕と池野さんは一緒にアリスの部屋を追い飛ばしました。
なだめられて落ち着いたアリスは一気に眠気を感じたらしく昼寝に入ってしまったのだ。あの池野さん、さっきのって、ああ驚いたよ。デタラメなウィリアム父さんをそらんじるシーンなのに、まさかアリスが聖書から外れたことをするなんて。だよね。池野さんは手にした不思議の国のアリスに視線を落としながらつぶやく。じゃあアリスは少し治り始めてるってことでしょうか。そこまで劇的なものじゃないな。本来の彼女のしたいことが聖書の展開を上回ったんだと思う。そやな、あの芋虫であることはちゃんと忘れてなかったから。なかなかあることじゃないよ。池野さんは優しい瞳で僕を見る。アリスはさっきも言ったけど、話すキャラクターが多いし目まぐるしい物語だから、こっちも会うたびに違う存在として認識されることが多い。なるほど。帽子屋に三月うさぎ、チェシャ猫、同じ名前で呼ばれたことなんか僕は一度もないよ。けど君は昨日の記憶のまま。そのアリスが君のことはよく覚えていたようだった。なんだっけ、灰色ペリカン。ああはい、初めて会った時にそう言われました。やっぱりそうか、アリスは君のことが心配なんだね。僕は何と言ったらいいかわからなかった。ただアリスが起きた頃にもう一度訪れて、また彼女と話をしようと、そう心に決めた。